新日本海フェリー株式会社は日本の海運会社山口県下関市に拠点を置く SHK ライングループのグループ会社でカンフフェリー半球フェリーと共に SHK ライングループの頭文字となりグループの中核を成す舞鶴、鶴が新潟、秋田と小樽、苫小牧東を結ぶフェリーを運行する本社は大阪府大阪市北区本店は 北海道小樽市に置いている。運行ダイヤは、トラックやシーの輸送を中心とする。そのため出港時間が深夜、または、入港時間が早朝となる便が多い一方、多様な船内設備を設けるなど、旅客サービスにも力を入れる。一部の便には30ノット前後で、航行可能な高速フェリーを導入するなど、競合する老、老船との差別化を図る。 他の交通機関と同様に、ゴールデンウィークやお盆期間は大変多くの旅客で、賑わうが、前述の通り貨物主体のフェリーである。このような傾向から2006年より、シーズン別の料金体系を導入し、繁忙期の増収と換算期の利用促進を図った。各船とも船籍港は、本店所在地である、小樽港としている。1970年に、日本海側では、 初めての長距離フェリーとして、舞鶴港小樽港間に航路を開設。就航当時は、西函連絡船など本州と北海道を連絡する航路は、飽和状態にあったことから、北海道と関西地方を結ぶバイパスルートとしても、注目された。就航した船舶は輸送力重視のほか日本海特有の気象条件に対応するため、 比較的大型のフェリーであったものの、客室は3等級のみであるのに加え、その他の旅客設備も、同時期に就航していた他のフェリーと比べて、簡素なものとなっており、旅客よりも、貨物輸送を重視していた。また、その後も新たな船舶が就航し便数を増加させるが、いずれの船舶も大型化で得た容量は主に、トラック積載数の増加に振り向けられた。 こうした施策は1984年のフェリーライラック就航で天気を迎える。デッキ層を増やし旅客設備の充実が図られたほか、既存の船舶についても1990年及び1992年の2度に、渡り、旅客設備の改装工事が行われた。1996年には、速力を大幅に向上させたスズラン、水イが就航し、 鶴河小樽航路の所要時間は約9時間短縮し約21時間となった。青函トンネル開業による鉄道貨物のスピードアップなどと対峙する中で特に生鮮食料品や生乳などの輸送にも競争力が強化されることとなったほか所要時間が24時間未満となったことで毎日運行が可能となった。同様の施策は2004年7月就航の はまなす、アカシアでも取られており、マイズル・オタル航路の所要時間は、約9時間短縮した約21時間となっており、毎日運行の同航路では、運用船舶数の削減が図られた。マイズル・フェリーターミナル・ツルが、フェリーターミナル定期運行の航路繁忙期、ドック入り、気象条件などにより航路、周行線を変更する場合があり、毎日運行の航路では一部臨時運休日が、 設定される。マイル、鶴が北海道航路の二等運賃は、近畿地方と北海道を直接結ぶ、公共交通機関では、最も安価とされていたが、格安航空会社の登場によりピーク時の二等運賃が、格安航空会社の最高値運賃を上回るなど、必ずしも割安な公共交通機関ではなくなりつつ、ある。マイズル・オタル航路。 鶴ヶ苫マコマイ東港航路炉、鶴ヶ新潟秋田苫マコマイ東港航路新潟小樽航路、鶴ヶ小樽航路、舞鶴苫マコマイ東港航路新潟苫マコマイ東港航路新日本海フェリーでの就航順に解説。ライラックユーカリハマナス2017年5月、小樽コーラベンダーフェリーライラック2003年7月入。 アカシア2004年2月フェリー、アザレア2011年7月フェリー、白樺2012年1月スズラン2004年7月。ありがとうございます。